ってな。おーやめて、やめろ、終わった。安い、和子です、和子です、和子です。え、誰あ、フライングフォンキーさん。あー、やばすぎ。フライングモンキーさんやばい、激アツ。あー、ツイッターかな。よし、やばい、フライングモンキーさんが来たってことは、ちょっと真面目な放送せない関係。リーとジェイシーやろっかな。一生ないっす、絶対ないです。あの、これ多分 YouTube に動画またアップされる可能性があるんで、あんまり変なこと言ったらやばいっす。あと、あんまり変なこと言ったら、もう、あれですね。あの、お母さんからダイレクトに、あの、NG 食らいますよ。コメントできなくなりますよ、一生。おぉ。ベリーグー、ベリーグー。やばすぎ。あ、おった、おった。あ、じゃあ、これあれやん。梨、じゃない？いや、負けてもいいけんやろ、とりあえず。やばい、もうちょっと俺、英語勉強しよっかな。真面目に。あ、ほら、いいのがおった。お、風神。あ、お父さん見てないっす、今。強そう。こいつめちゃくちゃ強いんすよ。こいつじゃねえや、この人。この方でいいか、この方。この方めっちゃ強いんですよね。あーもうなんも、どれっすか、この前のコウキさんの深夜ランクは。やばいやばいやばい、画面見てなかったらなんかいろいろ食らっとった。多分勇気っすよそれ。あの古水さんのやつじゃないんすかそれ。やってね、それとも俺がだいぶ前にやったあのチクリンさんのやつですかね、兄さんと。あーちょっと待って、あー、やばすぎ。いや、なんでやって。今の左、さばいた。やめてー。今の JC 使いっぽいフォロー。ああ、今の勇気やったらドラゴンニーナーと絶対横移動ダブル消してくるんですよ。まあ、ちょっと勇気じゃないんで。やんちゅうか、めんどくせえな、もう最悪っすね。ゲーセン来いって話ですよ本当に。絶対来んけんこの人。いや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 、まずゲーセン来いって話を。対戦したいならずっとオンラインしょったらやけんと思うけど。キャラミス？絶対ないよ。間違った。71しか減らん。まあ、それは絶対ある。
にゃんちゅー、ジャックの方が絶対強いけんね。鉄拳やりましょう。鉄拳がね、最強。これが強すぎ。なんかねえかな、面白いコンボ。いや、ラース岩流あ、間違った。これで拾えるらしいけどね、難しすぎ。これもうちょっと硬直減らしていいやろ。テロンって。難しすぎ。もうよし。これ個心中12フレで出さないかんって、どんな難しいポジションでやって。難しいな。え？全然ないっすよ。全然ないっす。肩3発目？肩？肩。あ、そらさん、和骨です。3発肩？肩3発？肩3発どれかいな。ベンケイさん、肩3発がわかんないっす。フットバス的な。まあいいや。モンスター、なんか俺がたまに使うかもしれないやつですかね。まあ多分試合中になんか出てくるやろ、いつか。三連撃っていうか、基本的にジェイシー3発しかないから分かんないんですよね。肩の3段。あー、ベチ。あー、わかった。これね。これね。タッカーサルトに使うやつね。うわ、しゃがんでる。めんどくせえ読み合いさんよ、俺も。めんどくさいもん。当たっちまった。あー、ロードロップ打ったら間に合わんかった。届いたし。あー、ふざけんな。しゃがんでる。
もう一回。やばすぎ。適当、何がすか。いやー、やばすぎ今の。ってワンツー置いとったニャンツーいつもなんか知らんけど、なんでそんなしゃがんどうでやって、いやほい、あー終わった。なんやそれ、残留やったら潜れんちゃんね。他のキャラは潜るけど負けたよ。もうちょっとやってよかったね、いろいろ。負けたよ。マットキャッツですね。マットキャッツのこれはソウルキャリバー、ソウルキャリバーですね。アーケードファイティングスティックソウルエディション、ソウルエディションですね。ソウルキャリバー柄のやつです。やべ、挟まった。よし、ソウルキャリバーの柄のやつ。ノワール筐体なんかな、隙間は。まあ一応マットキャッツのやけんって感じで買ったっすね。結構勢いかな、と安かった。もう、ああもうボブも岩竜も苦手。もう基本的に体がでかいのは俺全部苦手っすね。え？風神？ああもうなんでしゃがんど？まあいいや。この人ね一生下段しかしないんですよね。あやべ。おいしい。おお、あーやめて、今読んどったのに。あーやめてそれ。あーおいしい。最速行動すればよかったのに。あ、元鉄拳っすよ。それはうまいっすよ。なんやって今の。暴れてー。いやーやった。いや鉄拳タックっすよ。鉄拳タック2っすね。鉄拳タックっすよって言ったらもう相当前からやばいぐらい。もういやー出す。
まさかの出し切り。ああ、全部ヒットした。セットが全部ヒットした。今の全部当たったっすね。あれ全部置き出目なんですけどね。おいしい。くそ。いやー、なんやって。うん、そういう二択。いや、最悪。ぼーっとしとった今。いや、ふざけんな。しょうがねえわ。もう終わった。あー、甘えた。落とせ。3発の目かな、もう。しゃがめしゃがめ。あ、さばいてしまった。もう、おい。いやーマジでやめろ、そういうの。まあまあ強いっす。最悪。動いちゃいかんかったな。強いんですけどね、キャラ自体は。もうめんどくせえこれ。ジェイシーもね、長期戦いいキャラっすよ。動くと思ったか俺が。やめて。そっち。お、危ねえ。うわー、かっかんきっちりしてる。あー、最悪最悪最悪。いろいろ最悪。もう勝ち目ないこれ。なんやそれ。ジャブローこんかったし。なんでも入るですよ。30とか40ぐらいでも入るです、余裕で。難しい。岩流がね、何していいかわからんけんね。基本的に体がでかいのがマジでわこつす。クマパン、オーガ、ジンパチ、マードック、アスカスカ、鉄拳5やりましょう。とりあえずめちゃくちゃ上手くなりますよ。鉄拳5のアスカ一番強いですからね、多分。どうやろ。まあ、なんか鉄拳5のアスカが結構なんか綺麗な戦い方、どちらかというと。龍舎が弱いけん、龍舎が少ない鉄拳。何しょんこいつ、ほんとやめろニート。アスカはそうっすね、なんか浮かす技が適当に打ってくるやつが多いんですよね。何がしたいってやってお前ほんと。あ、
そういうことする。いや、左横できんかった。もう適当でいいや。投げとこ、適当に。この野郎。何やって。あ、めんどくせえ、マジでこういうの。あ、当たった。あー、もう。勝ちたいですね、これ。ゲーセン来いよ、マジで。投げ投げ。あー、ほら、投げたのに。あ、やば。減りがすげえ。これしかない。うぅ、出らんかった。死ね、ニート。よし、俺の勝ちも。あー、やっぱリーカッターやったかな。コマティックじゃなくて、それ鉄拳が下手い人じゃないですか。離れて何もスカ角取らんとか、そういうタイプでしょ。あ、やばい。おお、そんなのがあると。せっけー、この技。ああ。今 3LP 打ったのに、なんでシャガパンが出たとや。やめろやめろ。やべ、25個目さ、めっちゃ倒してほしそう。うぅ、コマミス。なんすればいいって、ラースとか。うっ、にゃんちゅう、にゃんちゅう頑張ってって言うよ。なんやって弁慶さん、ほんとに。あの、ようしゃがんだ男の人、ほんと。いやー、もうおかしいやろ、今の。出したし、ちゃんと。あ、終わった。
あ、勝ちてえけど、どうしよっかな。やば。やばすぎ、やばすぎ。床割って、床割って。マジで。ああ。何すると？ほいほい。マジで。やべ。やばい。降ってきた。何しようとやって。あー、終わったかな、これ。二択。え？まあ、にゃんちゅうニートなんで最強っすよ。ニートしたいでしょ、そりゃ、みんな。まあ、金がなくなるのはいつかわかんないですからね。へえ、そんなん入るんや。金のあるニート。もう、お父さんとお母さんに稼いでもらいましょう、それは。ああ、やばい。買わせんかった。やばい、ニートの話に夢中になりすぎた。ニートでも楽しいんすかね。あ、登録ありがとうございます。あ、これは韓国ですね。なんかオンライン全然やる気出らんな。昨日一応なんかライジン戦して相手落としたんですけど上がんなかったんですよね。せっかく落としたのに。あ、こんばんは。ちょっと天界神でね、神秘の仮面を落とそうかな、頑張って。神秘の仮面を落としに行きましょう。にゃんちゅうさんですね。あ、どうも、ランチさん、こんばんは。もう最悪です。おふざけ。今の入れたかったな。厚かましく、厚かましく言って、厚かましく、何やってん。厚かましく、厚かましく行こう。めっちゃ厚かましくないっすか今の。刀傷当てて、刀傷。あ、遅すぎ。アイス価格もったいない。何やそのコンボ。間違いないよ、本当に。あっ、擦りすぎ、擦りすぎ。あ、おいしい。今ちょっと壁の位置があれやったけん使わんかったけど。
なんでやって、いつもやったら頭打ってくるやんか、お前。スカガクとかマジでそんな集中力ないよ。暇すぎる。スカガク、はあ、いやマジ暇っす。もうなんかもうパズドラしようもん俺。パズドラ、キリンパで、キリンパキリンパ、パズドラしながらやりようけんね。あ、マジですか。ファイナルファンタジー5します。やっぱなんかアーケードやった後オンラインやったら全然違うっすもん。画面がね、遠いし小さい。この一言、間違いなく。いやー本当すごいですね。いやーもうそろそろオンラインやめてアーケードバチバチ行った方がいいんですけどね。でもなんかねー、アーケードなー、金の飛び方がすごい。こないだ200円で終わったけどね。昨日か、こないだじゃないわ。昨日200円でカポエラ戦終わりました。もうあたらんくなった。200円ですね、昨日の鉄拳の団員戦の額は。もうふざけて200円ですからね。面白いもん昨日の鉄拳は。ああ最悪。なんか一回100個ぐらいまで落ちたいっちゃけどね、結構やりたいなら。もう当たらんし、あ、そう、英語さんあれっすよ、カリン究極進化発表されましたよ今日、さっき。そういえばカリンの究極進化、二つ、闇水と、何やったっけ？あ、じゃあ、水闇と水木やったかな？確か。なんでこんな人おらんと？ちょっとダンジョンもうすぐ終わるっちゃけど。俺の少ないスタミナが。二種類ですね。二種類。水、闇カリンがめっちゃかっこよかったっすね。パッと見。水闇の方が。水闇はかっこいいっすよ。で、スキルが回復追加かな。もう。そうっすね、画像検索してみましょう、ぜひ。あ、ミスった。
ほいほいほい。ああ、もうキリン強すぎ。暇すぎるこれ。レイラン究極もうだいぶ前に出てますよ。レイランは分岐光かき、レイランは究極進化してますもん。1ヶ月前くらいからマジっす。レイラン究極出てますよ。あと究極出てないのメイメイとハクだけですね。指針はそうっすよ、レイランしてますよ。相手いねえよ。あーいや、光分岐じゃなくて木の方にすればいいじゃないですか。確か片方何もいらんすよ、ツインリットも万人も。あ、妥協甘い、やばすぎ。でもとりあえず究極進化しとくだけでよくないですか、あれは。しかも俺キリン使いなのに今日初めてバルキリー取ったっす。やっとバルキリーが取れたんすよ。やばいでしょ、俺176っすよランク。あ、やっと落ちる、落ちろ落ちろ。やばすぎ、やばいやばい。おお、フライングウォンキーさんがね、頑張ってねって言ってくれたんで、ちょっと頑張りましょうかね。あ、拓造さんワーコツっす。あ、もう最悪、もう。ガンリュウもね、ボブもマードックもスカンと、ほんとに体がでけえ。やばい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 、下手くそ。なんキング？キング入門生。しゃがんどけ一生、本当にもう。にゃんちゅう。にゃんちゅう。あニャンチューっていう、ニャンチューっていうゲーセンに来ないプレイヤーですね。あー、おーおおお、ボッシャが意味がわからん。あ、知ってます、生きとったとって感じですね。あー、今スカったかと思った。下当たるったい。もう、二択しかしてこんくなった。もう分からんとって眼流。やばい。あー、やばすぎ。誰か眼流教えて、眼流。対策したいっちゃけど。なんでやって。あー、楽よは甘え。ガンリュウね、ガンリュウジェイシー組み合わせ的にはいいんじゃないですかね、タックとしては。あー、あそこあれを合わせて、あそこを合わせるとね。はいはい。これね。いや、なんかもうめんどくさくないですか、そういうの。もうニャンチューがね、めんどくさいもん。まず。ニャンチューがめんどくさいもん。まずそこやね。そうそう、そうしたらあれになって、ここで、あー、そっちかー。
もう一回奈落かなと思っておそらい入れ込んだら全然出てなかった。負けましたね。なんかもう金かかってないけんね、負けて悔しさが全くないっていう。勇気が言おったのと一緒やけど、逃げんけんねこのゲーム。まあ所詮オンラインよ。ライン上がったっすね今。あれ、いや別上げてもいいですよ、アップ。あ、ワコです。ビデオ、まあ削除しなくても大丈夫ですよ、上げても。何週間、え、どういうこと、どういうこと、意味がわからんよ。 8個目さん誰か俺知っとうけど、何週間したか全然意味がわからんけど、なんかね、あ、安くなった。ふざけんな、もう強すぎるよ。え、オンライン負けても全然悔しくないですけどね俺。まあそういうことやね。ああ、あれ、まあ所詮オンラインの段位なんでね。まあビデオは削除しなくても OK です。俺の動画じゃないし。ああ、もうこういうのマジでやめようかな。オンラインでこういうのするの難しいもん。ふざけんなマジで。岩流2人いますね。ああ、難しい。ガチャガチャしてやろう。ああ、飛べばよかった。飛んでいい。いや、バカ野郎。うー、何がしたかったと今の。おお、うまい。強キャラっすか。強キャラってより自分の好きなキャラしか使わないんで。どうなんすかね。ジェイシー結構強キャラと思うんですけど。よし、したかった、これを、これを打ちたかっただけ。下手くそ。垂直、なんでやってん。レバーが跳ね返ってめっちゃ。あ、やばいやばいやばい。おーおーおー、なんか Google 翻訳アプリを使って。なしとんねんお前。おいしい。おお、フライングウォンキーさんって何者なんすかね一体。結構ダッシュ投げ、ダッシュ投げこれまああれでしょ、空車みたいなことでしょ。空車もうこれでいいでしょ。これと投げの二択とかマジで面白くなさすぎでしょ鉄拳的に。一生しゃがめないでしょ。
ゲームが崩壊しますよ。これで前ダッシュ投げみたいなのとギャラクローみたいな感じになるってことでしょ。あーよし、レバー勝て、締めでってことですよね。あー、ありますよ、これこれ、空中投げ、難しさ、難しすぎ、アサルトの後、え、これ締めめっちゃいいでしょ。これかこれでもいいし、あーそういうことですね。まあ、ジェイシーなんで全然気にしたことないんですけどね、こんなんでいいし、どんだけ刻んでも当たるし、気にしたことないですね、そこらへんよう考えたら。難しい、どうせならあれっすね、青龍、青龍どうっすかね、エンブレム的には全然かっこよくないっすよね。こういう距離詰めれる技が欲しい、このなんか無駄に遠い距離、レオの前 LK みたいな、それぐらいかな今リーに欲しい技。やっと当たった、はあ、どうなんすかね、いる方じゃないですか、人おらんすぎて玄武と当たったやん、どうしようもねえなこれは、助からんす。あ、和骨です、どうしようかな、今何時やりますよ一応、眠くなるまで、明日学校なんで。うわ、ふざけた、ふざけんな、オーバーヘッドキック、擦り倒してやろう。17歳です、17歳、あー勇気より上手かった、全然すごくないでしょ。世の中ね、13歳で鉄拳王がいるんですから。あ、死ぬ。もう。
思った。ああ、鼻水が出てきた。またこの人？南車岩堂と開幕。怖すぎ。あー、膝マスター入らねえ。お前は勇気か。おいしい。おお、やってない。やめろ。おお、びっくりしたマジで。何やってんねん。いろいろあった。なんかすごいことが起きた。おお、うわ、天才。それはやられるよ。暴れてきた。あー、和骨です。 A14。 ガン待ち、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 ガン待ち。いやー、難しい。あー、しゃがんだ。え、落ちましたよ。あ、やば。え、さっき普通に生徒です。私は、いやー、ちょっと待った、危ねえ。先端ヒット。あ、ちょ、あ、え、今押したよ。あ、最悪。強い強い。強すぎ。
俺もいないっすよ、学校でやってるやつ。あのどちらかというといた、いたで言うか、いた先輩にいたらしいっす。体育祭の時に話しかけられたんでね。バラを、奇跡ですね。高校生プレイヤーはいるらしいんですけどね。おお、振り向きキックでいいやん。これ確定じゃないかな。高校生プレイヤー、え、中学生で横断の方がかっこよくないですか。ジェットコースターは、さっきいなかったっすか、コメントのとこ。そう、元気っつ、元気っつね。ジェットコースターいないっすよ。あ、ジェットコースター明日あれ見に行くって言ってましたよ、アナと雪の女王。俺たちの仲間入りしてやろうかなって。ありのままの見に行くらしいです。俺はもう見たんすけど。あっち、この部屋。何言ってるんですか。あいつ結構頭いいんですよ、実は。あの、俺が思ってたよりは頭良かったっす。この間、あの春休みの勉強、あ、春休みの宿題一緒にやったんで。それ言ったらね、俺の方が勉強してないですよ。知り合いなのって、地元じゃないけど、普通にめっちゃ仲良しですけどね。雪だるま作りましょうか。雪だるま作ります？雪だるまな、あ、ゲイは何歳かいな。13ですかね。元気っつ13かな、まだ。間違った。え、これこっちが画像でね、オッケー、これ閉じて。今13っすよね、確か。ゲン、あー、もうゲームしかおらん。ゲン13す、俺の4つ下やけん、今年14かな。俺の4つ下。俺の4つ下のゲンくん。あ、13すよね、やっぱ。気持ちの入れ方が違うっすもん、鉄拳に対する。おお、届いた。俺が小学生の鉄拳しよった時とか、なんかもう、なんか流れでやりよった感じですからね。なんか強くなりてえとかあんまなかったっすもん。センスらしいっすよ。違いますね、英才教育ですよ、あそこ。あー、やりすぎ、それは。まさかの富二段。あー、ちょー、あ、終わった。よっと。ここは、生チェン失敗した。インパルス。
あー、もう一回インパルス打ってよかったな。え、いや十分強いでしょ。まだなんすか。いやパパみたいな人欲しかったわ、実際俺も。親父トレードしたいぐらいですからね。今度親交換しません？親交換。やばすぎ。あーもう。マジか。それ言っちゃいかんす。あーマジで反対張り付いた。左横しゃがみしたはず。バカ野郎お前。あ、美味しい。あードン。最悪や。いやーちょっと。どういうこと？あぶね。あー家で鉄拳するより絶対ゲーセンでやった方がいいっすよ。殴ってパパ。あ、なんで俺ちゃんとレバー後ろ入れとったよ。よう勇気お茶それ、奈落来そう。あ、死んだ。これ死んだくない俺。あ、今のおかしいやろ。イヤホン返して。あ、いいよ。はい。びっくり。あ、どうしよう。俺イヤホンどこ置いたっけ。落ち着けなくていいよ。やば、6ギガ超えた。あれ、通信制限何ギガまですか。7。6ギガやべえな。6ギガ超えた。やっぱ超えたらめっちゃ重たくなるんですよね。こいつ強かった。そういえば負けたやん、これに。やってね。下手くそ。やばい。俺のスプリングキックが。噛み合った。ドラゴンテイルはダメ。何しようとやって。何やって今の。あー、もうこれダメやん。終わり終わり。やばい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 。今日勝てん日やん。これ韓国人かな。
韓国スタイルしよう。韓国スタイル、アサルトバンバン行くやつ。やべ、アポツ、あ、出らんかった。10連コンボ好きやね。俺も10連コンボ。やばいやばいやばい、ごめんごめんごめん。もうボロボロやん。死んだ。あー、ちょっと、ほい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 、うわっ、勇気かお前。せけ、すげえな。こいつは NG 行きだな。うわ、きつい。きつすぎ。全然攻めてこんかった最後。やばいやばい。負け出したよこれ。さあどうでしょう。ひどい質問やけどねそれ。だいぶ NGNG。 あれ、やばすぎ。コメント荒らしようやん。やめてやめて。フレンドが誰か消えた。あー、やばすぎ。今日あれですか、最大ひでえこれ。コメントがひどすぎる。ちょっとこんなのこれ YouTube にアップされるって考えたらやばいです。やべ、33個目さん誰。33個目さん誰だ。え、俺デデデさんの放送見てないですからね俺は。嘘、死ね。あー、ええやばい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 、ちょっとやめて。あぶね、ドラゴンダイブは見えるじゃん。あー、もう天才よ本当に。いやーやばいやばい、もう今日これ誰も勝てんよこれ。終わった、イエーイ、バカ野郎。はい、俺の勝ち。あのクーポン落としたら勝ちっていうルールにしときましょう。何回したのそれ。ないでしょ多分。うわ、なんそれ。
こんばんばん、やばすぎ。三成さん聞いてくださいよ。こうやってコメントを荒らす野郎がいるんですよ。コメントを荒らす野郎がどうやって NG にぶち込みましょうかね。めんどくさいんで NG にぶち込んでやろうかと思ったんですけど、いやー、あ、終わった。東証、いやーらしいっすよ。え、この人、これもしかしてあれ修行、あー、もう最悪。あー、勇気スラッシュ。あー、そうっすね、心の NG。 なんかもう18のつけとうとこらへんが仕上がっとうすもん。ちゃんと、またお前するぞ。あそこワンツーニーじゃないと。心の NG。 あ、まあ優しいっすよ、そりゃね。ひでえなこいつ。初めて嵐に出会ってしまった。うわー、買いまけなまろうとか。もう一回、やばいやばい。俺結構カスタマイズするんでカンストしてないです。ひでえな。おお、飛ぶ。もう一回。こいつ NG ぶち込もうかな、本当に。めんどくせえよ。あー、死んだ。鉄拳よりストレス溜まるよ。あー、すかしたかと思った。お前や。やめとけわ。ほい。そうっすね。ファイトマネー出ないのはチートくさい。ねえ、気持ち悪いですね。やばい、かわいそすぎるこれ。起き上がって一生しゃがまんかったよ。あー、疲れるな。こういうのがおったらね、困るけんね。まあ別にいいけどね。かわいそうですね。残念なぐらい。あ、三成さん、そう、あれです、俺キリンがやっとレベルマックスになったっす、こないだのゴールドラで。そう、それを言いたかった。俺のキリンがどういうこと、どういうこと。三成さん、俺のキリンがレベルマス、レベルマ。いや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 、絶対ない、絶対ないですよ。そっか、こいつめんどくせえな。ちょ、三成さん
あ、初見さん、ちょっと申し訳ないんですけど、申し訳ないんですけどね、スローチート、ああ、そういうことですね。申し訳ないんですけど、変な嵐がいるんで、そこだけちょっと NG のぶち込め、そう、こいつ、このクソ野郎がいるんですけど、嵐が、まあ、そこだけちょっとどうやってやっちゃいますよ。なんかね、この変な、放置放置しときます、こいつ。もうね、飽きた。いや、NG のぶち込み方が分かんないですけど、イエイ、ほいほい、やばすぎ、止め部でどうやってぶち込むんですかね。かまってじゃん。格ゲーでチートいます？間違った。ボタン間違った。誰かやり方教えて。なんかこいつ18音ついてるんですよね。いやー、ちょっと待って。スカカクやし、しかも。今の。ドラゴンティール。死ぬかな、これ。ああ、そう。あれですね。俺の兄ちゃんが今日の朝6時ぐらいですかね。なんか、いや、なんか、灰色になってるんですよ。灰色。美味しい。別に俺気にせんけどね。うわー、もう絶対これチェンジ狙ったやろ、こいつ。もう一回、うぅ、いやー、あー、もうよし、投げよう。あー、最悪。ほいほいほい、うますぎ、あれ、うわー、最悪やん、もう。格ゲー歴、鉄拳は10年ぐらいですかね。10年って言っていいか分からんけど、真面目にやりだしたのは多分鉄拳 6BR ぐらいですからね。なんか教えてもらってないっていうのが正解。やべやべ、何がすごいんですかね。怖え、これ。あー、何やそれ。終わった。兄弟、そうっすね、兄弟でプレイしてるっていうのがまず結構あれじゃないですかね。危ねえ、勇気より強えわ、こいつ。あ、強すぎ。兄弟、まあ、むしろね、これ見たらわかると思うんですけど、兄弟全然プレイスタイルが、わー、危ねえ、違うんですよ。あ、抜けられた。ちょ、ポジション変わって、壁際、危ねえ、危ねえ、
あ、お疲れっん？画面真っ暗じゃん。あ、オッケーオッケー。ちょっと待てよ。いや、NG に放り込めないんですけど、全然。全然もう18音がついてるからかなんかわかんないんですけど灰色なんですよね、文字が。灰色の文字が灰色の文字で書かれるから全然いじれないですね。できないんですよ。NG 共有レベルとかしかできないですね。ユーザー編集。ああ。ちょっと、やり方わからんけど。あ、来た。これでしょ？うるせえよ。NG になったかな？なってねえな、これ。ああ、これね。これでいいかな。まあいいや。どうしよう。ああ。なんかなえたな。いや。あ。三成さんこれできたかも。多分できたっす。普通に。ほら。無理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 。無理っす。無理っす無理っす。あ、グッチさんいた。あ、三成さん、あれ着てました？はい。もしかして。
めっちゃ前の話になるんですけど、またはい来てました。これラストにしよう。眠て、もう。ああ、やばすぎ。やばすぎ。NG ぶち込んだらこんなになるんや。おお、美味しいよ。もう何やってんの。ポール君がボコボコにされて心折れてた。ポール君。うわ。天才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 。トン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 。え？嘘、俺ポール君とやったかな。内戦はしてねえな。でもあーやばい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 、ひでえひでえこれ。雷神付近っす。雷神付近どういうことっすかね。俺やったかな、ポール君と単位戦。やってない気がするけどな。よし。もう。怒られた。つうかね。NG コメントにね、あ、NG にぶち込みよう間にね、体力がね、3割消失した。さっきのね、のび太ってやつは消去したっちゃけどね、バカ野郎お前。ペコすかお前は。ペコすかお前は。一応消去したんですけどね。あー、ちょっと。弦がよくやるやつ。死んだ。ほら、負けたらゲンのせいにしとこ。あ、やばい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 。これはもう完璧に俺のせい。いやー、しゃがむと。よし、お、勝機が見えてきた。アサルトを全然打たない。正気見えたはずなんですけどね、全然何も見えてなかった。お、やばすぎ、腕が貫通した。カラフルに木人を。ちょっと待って、やりたいことがあるとって、ちょっとやりたいことがあるっちゃ。ああ、もういいや、全然できんかった。アサルトで風船割りたかっただけ。風船の楽しい遊び方。レオの声がね、めっちゃ可愛くなった。無理、こっち。
な、何もできんしょ。下手くそすぎ。5コンボ、あ、鉄拳5だね。だいぶ前にあったやつ、めっちゃ難しい。うお、すげえ今の当たり方。しどれが難しいかな、レオのコンボって。この膝が出ればな、簡単に。フラバタより難しい。当たらんくなってしまった。えい、お、できた。できんくなった。なんかねえかな。難しい。こいつをぶち殺そう、とりあえず。このジェットコースター膝うまいですからね。さすが鉄拳覇王様、膝拾いが安定してます。あ、これ玄武。あれ、羅生、羅生か。俺のトラグノフだけでボコボコにしてやろうかな、こいつを。回りまくって。最悪、開幕棄権とかびっくり。回って、やばい。よし、回った。反応がよろしい。オンラインでね、奈落ファジー難しすぎ。回って、いやー、回られた。きつ、無理よ。もう、あ、おいしい。あー、死んでよー。イエーイね、ヘリ。マジか、お前、終わった。しっ、あ、やべ。もう消えろ。消えません。やってないタイプ。スラッシュスラッシュトゥースマップスラッシュスラッシュ
叩き落とされた。俺のアサルトが足、あ、バカ野郎お前、やばいやばい、飛ぶんでしょ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 、なんそれ、ライトゥーしゃがんだ、ごめんなさい、ほんの出来心でしゃがんだだけなんです。しゃがんじゃったか、あ、うますぎ、今のうまかった、うまかったよ今。今のうまかったよ。てて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 、おりゃーてんてん、いつにさん、この空港にあべ、本当に入ってね、アサルト、これ 2P が難しすぎ、 2P できなさ、マジで マハドゥ、名前がマハドゥ、できん、あ、できた、難しい、こっちの方が減るし、81、トントン、こっちの方がダメージが低い、誰もいねえ、ああ、対戦したいよ、対戦、間違った、マジで COD か、俺モダン、
何やってる黙人魔人誰もいないですね。あ、来た。ほら、やっと来たよ。やっと。さあ、ああ、さっきのね、あの人ね、あれね、めっちゃドラゴンテール擦ってくる人ね。ブルースか。俺の昇格のチャンスは原文によって阻止される。はい、プラ6抜けて、うわ届かんかった。ボイド、ボイド、海外勢のボイドさんを真似していこう。おい、おいおいおい、やめてやめてやめて、もう、あー、ふざけんなお前。あ、やばい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 、死んだ、死な、それは死な。ボタン押してないよ、全部やばいっすもん。おー、一生飛んでくるやつ。ああ、そりゃね、しゃがむよ。だってどっちも死ぬもん。グンタ、グンタ誰、グンタ、グンタ誰。あ、天才。すごいんじゃないですかね。いやでも今回結構運なんで。すごいとは俺は思ってないですけどね。くそ、こいつ。あれ、これか14。そうっすね、俺ソロがいいっすね。バカ野郎お前、ほんと入らんかった。タッグ2結構面白いんですけどね。面白いけどなんか初心者もおらんし。あ、和骨っす。20周年絶対出ますよ。あ、入らんかった。キョロが詰まっちゃう。ふっ、ふっ、ふっ、しゃがめ。足とど、さっき食らった。おい、下手くそか、コンボ。何しようとやって。気持ちいい。確定。鉄拳セブンね、どうなることやら。本当に嘘。俺はリーっすね。ユキはローでいいかな。あー、危ねえ危ねえ、やめろ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 。もうユキはローでいいっすよ。あいつのリーとかもうリーじゃないんで。よし、アサルト2出してきた。あー、危ねえ。どうしようどうしよう、怖い怖い。うそーん、やべ、投げ通った。広大すごいっすね。やべ、今なんか反射的にトゥースマン押してしまった。撃っちゃいかんのに。もうやろう、弱いんじゃなくてめんどくさい。
強くないけどめんどくさい、なんかそんな感じですかね。あー、なんもしてこんかったもん。お前おかしいって。あー、今の天才。あ、これ煮えるんすか。天才枠ちょっともう、なえた今の。なんかもう必殺技しよっかな。ドラグノフをね、白虎にあげたいよね。ドラグノフを白虎にあげたいよね。ジュンとかね。もういいや、最後ぐらいメインやろ。もうこれでラストで、もう眠たいっす。もう眠たいんでラストっすね。眠いっすね。さっき変な嵐のせいでちょっと目が覚めとったけど、ああいう風なのがね、いるんすね。いい体験ができました。バリネミ、あら、おったと。まだおったった。まあ、これちょっと最後にちょうどいい感じの段位になった。カズバとコラボでも回して、ね、おやすみっす。相手韓国人なんで分かんないっす。なんで入らんと思って取って、マジでこいつは韓国人。押した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 。これやばいっすよ。あ、死んだやん。壁に恵まれやがったな、お前。つか、マルヒロさんってさっき当たった気がする、俺。なんか、ブライアンかなんかじゃないですか、マルヒロさん。違うかったかな。ブルースかブライアン、どっちかやった気がする。あー、落ち着いて対処された。ちょっと今日弱すぎ。それは当たりません。あ、そう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 、当たった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 。そう、 JC ミシェルや。なんかコンパチキャラのどっちかやった気がするじゃん。わー、こいつしゃがみやがって、せっかく距離合わしとったのに。はい、か、かんきち。テコンドークソすからね。まあ、やってる方も結構めんどくさいんですけど。裏。やってねー。これがで、落ち着いてるよ、こいつ。よし、硬直なさすぎ。ごめんごめん、同じことしたのが分からかった。そうっすね、冗談はしゃがみましょう、ちゃんと。あ、やばいやばいやばい。はい、やべ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 。くそ、安い。あ、終わった。ふざけんな、マジで。
あ。おとなしくしときゃよかった。もううさばらしにレアガチャ引こうかな。レアガチャでも。お疲れっす。ちょっとこのパズバとコラボガチャを回して今日の放送はおしまいにしましょう。お、パトリシア出た。パトリシア、パトリシアが出ました。パトリシアバルキですね。はい、じゃあおやすみっす。じゃあ今日のガチャ、お疲れ様です。パトリシアが出たんで気分が良くて寝ます。